どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今日なんですけど、クラロワをですね、科学的にトロ揚げをですね成功させる方法っていうのを、ね、皆さんに紹介したいと思うんですけど、全部操作はですねメンタリストダイゴさんでございます。メンタリストダイゴさんの僕動画を結構ね流し見してるんですよ。これですね、これ面白いことがあって、クラロワするグループとですねクラロワしないグループ A と B に分けるんですね。で、 A のグループにはですねクラロワを電車内でしてもらったんですよ。で、クラロワのですねグル B にはですね、あの豚さんに乗りながらですねクラロワしてもらったグループがあるんですね。っていう現象が起きたんですよ。これ面白い。まあ、それを置いといて、今日ですね全然似てない面白い全然似てない。はい、ということで、そのメンタリスト DAIGO さんの僕結構動画サムネとか作りながら動画見てるんですけど、あのね、何やら立った方が思考力が上がるという情報をゲットしまして、だからメンタリスト DAIGO さんの動画ってこう立ちながら動画撮ってたりするじゃないですか、っていうところもあるらしいんですよね。 15% ぐらい上がるらしいと。で、なんなら歩きながらなんか仕事した方がすごい効率が上がるみたいな情報を見まして、これね、僕もねクラロワをね立ってやってたんですよ、今ここで。あ、今ハワイにいますで、ちょっと訳あって僕今ホテルから出れないんですよ。本当に訳あって企画で今ねちょっとホテルから出れない時間なんですよ。その動画ですね3月中に公開します。ちょっと編集頑張りたいんで、ちょっとあの3月中に上げようと思ってるんですけど、今日マジで立ってやります。立ってクラロするとマジでトロが上がるってことを皆さん証明したいと思います。私のトロフィー数が今6131で、でちょっとドズルさんと若干ね、あとドズルさんとこのトシさん、ワキさんとね、おトシさん6100、うやべ20の差だ。ちょっとワンチャントシズムさんちょっとスナイプしたろうかないきます、ドン。これマルチで当たったらちょっと面白いけどね。さあ、当たるわけない、よろしく。ちょっと立ってやります、立ってやります。立ってやると思考力が上がる。そして、僕今酸素めっちゃ吸ってるんですよ。酸素吸ってるから、うん、勝てるはず絶対あー、なるほどね。あ、カメラマンあの、こうチャンネルです。あの、YouTuber じゃないです、僕のあの、友人のこうチャンネルです。やめてうわー、クロスじゃん。もう立ってやってるだけだからね、俺は。で、こうチャンネルから教えてもらったんですけど、相手がアイスボーレムを後ろから出してきたら26ホグではなくクロスっていうね、はい、うん、らしい。絶対クロスじゃん、これ。それさ、確かになるほどなって思った、俺。よし、後ろから組み立てるから。そう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 、確かに26ホグさ、あんま後ろから出さないイメージあるよね。前からどんどん行くから。いや、さすがだわ、やっぱり。いやいやいや、やっぱそういう情報を聞けるっていうのは俺なんかでかいなと思ってまして、そのさ、なんか確かにそうだけど、なんか言語ができてない部分が結構多いんだよね、うん、これはめちゃくちゃ相性いいぞ、キヨキヨ選手。まあ、相性も実力のうちといったところでしょうか。あー、いらん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 、うわうわうわ、怖い怖い怖い、めっちゃ揺れる、下がめっちゃ揺れる。マジ、これマジ怖っ。これマジで、まあでもさすがに事故起こったことはないだろうけど、ぶっちゃけ怖いよね。ちょっとね、ベランダがね薄っぺらいというか、ちょっと怖い。普通に赤ちゃんとか絶対もうベランダ出せない感じのところです。こういうちょっと柵にはもう触んないようにしますけど、怖いんで。ちょっと過剰オッズだな。オッズです、大原です。過剰オッズだな。ちょっと過剰、あ、ちょっとあの、ごめんなさい、ハワイテンションなんで、ちょっとテンション高いっす。あえてグッドゲームめっちゃ行ってくるんだけど、別にそんな大差ついてないけど、まあ、残り1分だったら僕の方がかなり優勢な気がしてます。で、スパーキーをさっき出しちゃったのが辛いね。うん、ちょっとスパーキー出しちゃったのがちょっとあだとなんですって、今。なんかすることがない現象が起きてます。することないですね、今することがない。本当はね、することしかないんだろうけどね。ファイボ削りみたいな、そういうこと。さあ、論文に基づいた勝利はあるのか。まずくね、まずくね。いやー、ちょっとまずいな、これ。まずい系ピーポーじゃない。来そうだよね、来そうだよね。
だからここに合わせていくしかないな。よし、OK。 これやると揺れる？めっちゃ怖い。めっちゃ怖い、マジか。失礼します。よし、行きます。ちょっと待って、これ貸したい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 。よし、行きます。いける気がする、いける気がする、いける気がする。これ俺鬼相性いいからね、鬼相性いいからね。これちなみに打って打って打って打っちゃってちょうだい。いや、うまいうまい、相手うまい。よし、待ってくださいね。負けるわけにはいかないんだ。俺その統計学的によるとですね、あの調子乗ると負けるっていう統計出てるんで僕。鼻で笑ってるやん。いやいやいや、これ待って、これあれだ、これタイブレーカー狙ってる相手。俺もタイブレーカー狙おう。めっちゃ豪快で回してきてる。サクちゃん、サクちゃん、サクちゃん入る、サクちゃん入る。おい、いけるいける、タイブレーカー、タイブレーカー、鬼のタイブレーカー、鬼のタイブレーカー、鬼のタイブレーカー、サクちゃん。あ、でもあ、めっちゃいる、めっちゃいる。いや、これですよ。泥試合だったけど、泥試合だったけどね。あれちょっとまだ見たいでしょ、まだ見たいでしょ、こうちゃん。まだ、俺、待って、ちょっとワキさんのトロ見ていいですか。やべえ、ワキさんトロしてる、トロ上げしてる。6125、ちょっと見よう。もう羽羽デッキっすね。あ、でもね、トシさんね、トシさん、ワキさんね、羽羽デッキ使ってるんですか。あ、見てるか。羽羽デッキ使ってるんですけど、なんかザッピーがちょっとあんま支えにくくなってるらしくて、ちょっと今苦戦してるっていう昨日情報を得ました。そうね、僕のちょっと一番のライバル、トシズムさんっていうね、うん、いきます。よし、行くぜ。トゥルン。よし、論文に戻すけど、なんか他に論文ないのかな。論文、うん、よろしく。マジで立ってやるとマジでいいよ。なんかちょ、みかんぼやさん。みかんぼやさん、みかんぼやさん俺好きなんだよな。めっちゃ似てる。似てる。俺みかんさん、ちょっとみかんさんの知らないところでみかんさんモノマネ大会してたから、勝手に。うん、何もしてこない。あのね、これハネハネさんから聞いたんですけど、あの手札にロイジャー、ロイジャーじゃない、ゴブジャイとスパーキーがある状態を作っとくとすごいいいらしいのよ。だけど相手何もしてこないからさ、これ待とうかな。でも待つの嫌だな、なんか。え、待つのアケミさんっていう芸能人いないっけ。いや、わかんないっす。あれ、ちょっとわかんないな。ともみさんかな、ちょっとわかんないな。すいません。よろしく。いや、何もしてこないですね。まあ、こういう時は座ってもいいんじゃないかなっていうね。はい、こういう時は座って。ちょっと怖いね、怖くね。結構怖いよ。ちょっと結構怖いな。後ろにトロンって言ったらなんかもうジエンドじゃん。ちょっと一回ダクフリ、ダクフリホイホイしとこうかな。ダクフリホイホイ、ダクフリホイホイしとく。ベビドラ、ベビドラで待つってことはゴレかラバかスケラ。そうっすね。おお、すげえ、ちゃんと分かってる。いやー、で、あれロリババあるってことは、でもまだその3つ可能性あるよね。まだワンチャンラボの可能性もあるね。なんかスケラっぽいな。なんかメガゴ来た。これゴレちゃんかラバちゃんかな、どっちか。次で決まるな。風こ、ライトニング使いました。よろしく。よし、やっぱ思考力がありますから、やっぱライトニングを使ったら後ろがスパーキーを出すということなんですよね。当たり前か。当たり前か。よし、やっぱそうですね、やっぱり。おはさん、残り1分来ちゃいました。ゴブジャイアント来て、オーブン。ラバってオーブン入んの。いや、どうだろう。いや、これ俺絶対スケラと思う。100億パースケラ。2億パースケラっすね。縦線絶対テレンテレテンテレテンくんじゃん。あ、テレンテレテンテレテン来ない。
どういうこと？あ、これラバか。ラービー、ラービー。なんかラービー説出てきたぞ。ラービー説来たら逆サイドぶっ飛します。ワンチャンゴレムある。ブイチャイか。ブイチャイ？よろしく。ちょっと特殊なデッキだな。分からん。これ流行ってんのかもしれない。あ、でもそうだね。冷静に考えたらロイジャイだこれ。確かにそっか。テンプレが。でもライトニングが。ライトニングがタケシあるから相手。やべえ、ミニペ。お亡くなりになられた。このね、一発ブーとか入れたくないんだよ。ロイジャイのさ、あのさ、やべ、俺さっき普通になんか普通にマルチで俺負けたから、ロイジャイにちょっとロイジャイ恐怖症きた。Thank you。 よし、ここで決めないと俺絶対負ける。絶対負けます。うわ、きついな。いや、これ負けたな。いやー、終わった終わった、ケビーボ。いや、終わった、ケビーボ。うわ、これ終わったわ。いや、なんで普通に悔しいんだよ。めっちゃ悔しい。いや、悔しい。うわー、展開いってるかもしれない。7003。うわ、厳しいな。なんでだろうなんでだろう反省会開いちゃったということでね、今日は論文に基づいてねちょっとやるっていうところでございましたけどねこれはね、いや、いい、これマジでいい。座ってると自分の相手の手札とかも忘れちゃうわけ。相手なんかエレウィズ持ってたっけなみたいな感じなんだけど、立ってると本当にねすごい、いいんですよ。いいんですよ、いいんですよ真似しようとするけどできない真似しようとするけどできない人と突っ込んでよ。突っ込んでよ。やろう。なんで見てるだけなのそんなことある？笑っちゃった。もうずっと笑った赤ちゃんじゃん、そんなこれちょっとカメラ周り手してるからさいやいやということで今日もご視聴ありがとうございました。このハワイのですね動画上がると思います。ちょっと訳あってほんとホテルから出れないんで、ぜひとも皆さん、ベランダはホテル内っていう認識でいいんだよね。まあ、ギリ。さすがに。ここは共用空間ですから。はい、ということで、ぜひとも、見てください。ぎゅうぎゅうチャンネル、こちらをご視聴して、おすすめ動画ありますんで、まだ見てない動画の方は、ぜひともチェックしてみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。